アニメ呪術廻戦2期第10話に対するネットの感想、反応を紹介します。メカ丸生きてたんか。メカ丸 OS 壊すな。なんでメカ丸投げるシーンに無駄に力入れてんの。メカ沢さんかわいそう。この下等がまだ存在してる伏線回収されるかな。下等復活することもあんのかな。下等の魂はありません。作者が首がもげたトンボが動いたようなあれと言ってました。虫は胴体に脳みそに当たる神経の塊があるんでなかったか。調べたら厳密には頭にも胴体にもあるということだった。つまり下等は己の脳みそを胸の中に移動したのか。首がもげたトンボが動いたようなあれです。これ五条が何も言わなくてもあのタイミングで勝手に手が動いて首絞めたってことだよね。邪悪なルービックキューブゲットだぜ。バトル漫画の最強キャラは扱いがたい法則。メカ丸本体どうなっちゃったの。死んでるのかよこいつ。死んだけどデータ生命体になったのん。メカ丸やられた後も普通に会話してるけど、やられたら身にメカ丸に魂移すような術式使ってるの。松岡くん死んでるのか。転生して豚になる準備中。豚の生レバーを食ったことがシーンで転生するって。泣いてるかわいそう。箱泣いてんじゃん。ああ泣かした。なんとかなるかな。ならねえよ。なんとかなりましたか。矢印ならない。結果全くなんとかならなかったんですけど、思ったよりなんとかなるかと思ったらならなかったな。五条悟って目隠ししててもちゃんと見えてるんだよね。布を透過しちゃうってことは、クギキちゃんとかマキちゃんとか葵ちゃんの服も透かして見えてるってことだよな。ここから後出番あるまで何年かかるやら。アニメにしたらワンクール以上に出てこないのか。原作だとリアル3年くらい封印されてたらしいな。五条先生封印ってそんな大変なことなんか。そりゃ最強だし。悟空とベジータが負けた感じ。ゲップ。貴重なジョージのゲップ。はぁ、待て待て。アツーや声と姉関連は好き。解説もアニメだとまだ良さそう。イジチさん逃げてー。ええー。あ、イジチさんが。貴重なイジチ枠が。イジチさんって言われるとニジカを。髪型がニジカちゃん。ニジカちゃん、嘘だよな。マヒトとかイジチさん刺したやつはちゃんとクズらしい末路になるんか。サイガーが女の子役してる。裏梅くんちゃん。サイガミツキ特有の性別サイガミツキ。男か女かわからんキャラはとりあえずサイガーを当てとけ問題ない。梅らマジでどっちだろうね。裏梅の声を持ってたより低かった。個人的に裏梅がどっちとも取れる声でよかったです。裏梅ってこんな素敵なスマイルできるのかよ。こう見るとイタドリ風つえーな。きょうちゃんと動くね。うわぁ、主人公してるイタドリが久しぶりすぎてなんか新鮮だわ。まるでイタドリが主人公みたいなこと言うじゃんよ。一応主人公やぞ。一応、多分、きっと、おそらく。普通にビルを登っとる。未成年の主張か？わろた。声がでけえ。な、みんな、みん。上層目が赤すぎる。お兄ちゃんこんな顔色悪かったのか。少なくとも味方になってからは全くイメージないな。ナナミンやっぱりいいキャラだな。ナナミン尊敬されてんな。クールキャラっぽいけど格好は攻めてるよな、ナナミン。リノさんめっちゃペルソナに出てきそうな見た目してる。この先輩強いの？見た目よりは、イノタクも地味に準1級から1級ラインだから強いんだよね。まともな戦闘があれなだけで。映画の双子やん。下等様の尊厳は土底辺まで行きましたね。まあいろいろ世間知らずだよな、この双子。身も蓋もないこと言えば生まれた時点で積んでたよね、耳七の二人は。この双子が真っ先に五条にメロンパン殺すよう頼み込んでたら全部解決してたんだよな。耳七かわいそうやな。消えろって攻撃的なセリフ、かなりメロンパン切れてるよな。長生きしてるせいか、無知すぎる奴には厳しいのかもね。マヒトみたいに伸びしろあるのは別として。こんなに異様に厳しいのはやはりメロンパンも女だからか。双子の声が松田姉妹でダメだった。割とセット運用されるので事務所違うって聞いた時は驚いた。視聴者向けの説明来ちゃー。五条以外誰がいるかわからないえ。他に全く出てこねえしな、五条家。子供くらい作っとけ。五条家って悟以外出てないんか。ほとんど死んでいる。てか五条悟がめちゃくちゃ強いから。えっちゃ悟が生まれる前は？悟が生まれる前と後じゃ呪霊のレベルが違うらしい。来週か再来週くらいにやるけど、五条が生まれてから対抗するように呪霊側も活性化した。中村がいなくなったらわしゃが名が立ち行かなくなるもんか。リアルでも重要な中村。Cパートだ。老夫婦来たか。ジジイとババアが組んでると夫婦にしか見えないけど違うんだっけ。
呪詛師同士ではあるけどそういう締めっぽい関係では一切ないかな。両者ともにクズオブクズ。島次郎に似てる。このあべこべじじいの戦闘地味に好きなんだよね。首から下が足で。奥さん聞きました？お前らがナレーションなのかよ。予告ふざけすぎだろ。今は乳首から下はほとんどないけどな。今週めっちゃ面白いな。そんな動きあるわけじゃないのにすごいスッキリして面白い。2期で一番良かった回かも。流れがスムーズで情報量多くて楽しかったわ。1期1クール目予告の BGM 流れたのなんか嬉しかったわ。裏梅が男女どちらとも取れる声だったな。予告、千葉さんのアドリブに島崎が合わせたんだろうか。千葉さんノリノリだったな。下等の演技もめっちゃ良かったわ。耳ななえの態度とかやばい。頭パカッとしてからそれまでの下等すぐるとは話し方変えてきてるね。変えてるんだけどわざとらしくないっていうか、やっぱ達者なんやなって。事態がじわじわ動いていってるのが楽しい。予告いつも受けるし島崎信長のイメージこの役ですっかり変わったわ。インタビューとか見ても島崎信長の松戸への気合半端ないし千葉さんとか桜井さんと一緒にやれるのもでかいって言ってるよね。こんくらいパッパ進んで戦闘シーンしっかり書いてくれるのが理想だな。偽下等一派の会話が特に良かった。真人が意味ありげに偽下等見つめるとことか。性別不明の裏梅が CV 才が見つきによってさらにわからなく。まあ割と逆張り好きな作者だから性別確定するような死亡思想で怖かったので良かった。やっぱ裏梅の性別意図的に不明にしてるんだな。上後って呪霊の割にかなり理性的だよな。真人の方が呪霊らしい感じ。花見ぐしゃった時もちょっと悲しそうだったしね。あんな風に人間っぽいから真の人間は呪霊だってなっちゃうのも人間らしい。刺されたイジチさんトレンド入り。今でこそ穏やかな気持ちで見てるけど、イジチさん刺されたところ初見の時はかなりショックだったわ。漫画で一番面白いとこなのに細かい展開忘れてるからイジチさん刺された時ビクッとした。ひょっとしてこれの原作者って読者が思い入れ出てきた既存キャラ殺すの好きなんか？割と高専関係者バンバン死ぬらしいが。フェイトファンやぞ。物理的時間は流れてないってことは、腫瘍しても意味ないのか？悟りを開く以外にやることないな。五条が物理的な時間ないって言ってるけど動いてるやん。あれは精神イメージなの？駅名とか地形とか堂々と出ちゃってるが現実に管轄で仕事してる人らは惨劇の舞台になるのをどう思ってんだろ。そんなこと思ってたら怪獣映画とか作れないぞ。シンゴジ取るとき、JR は電車に爆弾乗せるのはちょっとと断ったので、在来線爆弾は実は車体のラインがちょっと違う、京急はどうぞどうぞやっちゃってくださいと乗り気で、設計データまで出して車体がどう吹っ飛ぶかまで検証協力してくれた。今回良かった、首切れトンボには見えない本気度だった、アニメスタッフはどういうつもりで書いてんだ。メンツ的に無理ゲーで草。アニメ組だから何か面白そうな展開になってきた気がする。アニメ呪術廻戦2期第10話のネットの感想反応いかがでしたでしょうか。動画の内容良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。